甲州市は山梨県の北東部、甲府盆地の東部に位置しております。本市はブドウ、桃、さくらんぼ、いちごなど果樹栽培を中心とした農業を基幹産業としております。フルーツ王国山梨における代表的な果樹産地であります。平成26年度に甲州市ふるさと納税に力を入れ始めまして、その上からですね、想像以上のペースで寄付の申し込みをいただけるようになりまして、26年度で2万3000件、27年度では4万5000件のお申し込みをいただきましたので、想像以上の業務が一気にのしかかってきたというようなイメージでした。はい、そうですね、最初はマンパワーでなんとか乗り切っていたんですけれども、やはりそのふるさと納税を取り巻く制度も年々変化してまいりまして、寄付者の方にお送りする書類も膨大な量ですね、なってきましたので、そこはさすがにもう職員の手だけではもう賄いきれないような量になってきましたので、やはり寄付の申し込みが一番増えるのが毎年12月ですね。その時期になりますと、やはり1日で数百件の量の書類を寄付者の方にお送りしなきゃならないと。寄付者の方にお送りする書類というのはもう本当に個人情報そのままですので、確実に相手方に決まった書類をお送りしなきゃならないというところで、一点のミスも許されないというところで非常に大きなプレッシャーも抱えていました。ふるさと納税システム、甲州市導入しているんですけれど、その業者さんに相談させていただいたところですね、今回のピツニボーズさんの風に風換気がそのシステムと連携しているというお話をお伺いしましたので、本当にもうすぐその話をいただいてからピツニボーズさんに来ていただきまして、デモ機等の導入も見せていただいてですね、で実際にもう導入が決まるまではそこまでお時間がかからなかったと記憶しております。今回のその風に風換気は、文書のみならず返信用封筒であるとかですね、定期外の封筒も対応できるという中で、非常に汎用性が高いと。我々もこれからそのどういったタイプの書類を導入するかわからないというところもありましたので、初めからもう大型機を導入しようというところで、はい、検討しました。風に風換気を導入する前は本当に極端な話、朝から夕方かかっても終わらなかったその封入作業がですね、本当にわずか1時間ぐらいでできるようになりましたので、大幅な業務時間の短縮というところが図られたと思います。また職員もまた明日も同じ作業をしなきゃならないとかですね、そういう精神的な負担も本当に軽減されてきたと思います。バーコード管理を活用することで個人情報と書類が自動で紐付けられましたので、誤封入などが確実になくなったかと思います。我々も導入から1年間この封入封換機使わさせていただいて、非常に業務の改善、業務の大幅な効率化が図られたと思ってますので、今後は全庁で同じような使い方をする中で、より費用対効果という部分を高めていきたいと思っています。